はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。古田さんが3週に来ていただいて、その後の感想会になります。はい。いやー、どうでした？もうね、温泉使った後みたいな感じ今。あー、なるほどね。ちょっとわかる。なんかフワーっとしてるという感じかな。そう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 。めちゃめちゃそういう体感としてはそういう感じ。いやなんかすごい人でした ね、うん、スモールビジネスという枠を超えたね。なんかその定義を広げた感がありますよね。そのやっぱ生き方とか幸せとかうん、うん、やっぱそういうところまで突き詰めて、でかつそれを体現してる、うん、実現できてる、実行できてるっていうところがやっぱすごいし、やっぱそこに至るまで、うん、なんだろうな、ちゃんとやってるというか、うんうん、わかります。いろんな回り道をしつつ、うん、なんかね辛いこともあったっていう話だったけれども、うん、まあ結果今があるっていうのは、うんうん、でもなんだかんだねずっと同じことをやっていて今にたどり着いたっていうところは、うん、やっぱその自分の才能とかっていうところを信じて、うん、資質とかを信じてで、うん、なんか昇華させたというか、あ、わかるわかる、そんな感覚を受けました。うんうんうん、なんか私も結構近い感想で、なんだろう、うん、やっぱりその最初は多分今とは全然違う状態だったと思うんですよね、古田さん自身、うんうんうん、でやっぱりそのすごいボジョンと起業というか、まあ会社転職してその6人ぐらいのベンチャー企業にこう勇気を持って飛び込んで、そこですごい揉まれた結果、やっぱ彼自身が、あ、やっぱ自分はこれなんだなっていうのを再確認してる。で、うん、そこをじゃあよく知っていこうというか、うん、なんだ、そこを見つける過程みたいなのがめちゃめちゃなんか参考になったというか、うん、リアルにそう聞けてよかったなってすごい思ってます。そのやっぱ周りの人からの影響っていう話を結構されてたと思うんですけど、確かに周りの人を見て知って自分だったらどうってことで改めて自分を知るみたいなところってあるかなと思っていて、ね、さっきの古田さんの話だと猛烈に働いて上場させるっていう人もいて、あ、自分も上場させたいだったらこんぐらい働かなきゃいけないっていうのが分かって、じゃあそれが果たしてできるのかやりたいのかっていうところで、自分はやらないっていう判断をしたみたいな話って、人を知ってで初めて自分を知れるっていうところじゃないですか、うんうん、ね、その経験がなかったら未だにがむしゃらになんか上場を目指して何かやっている人になっていたかもしれないし、うん、でそれでなんか あれぐらい俺にもできるわと思って やるっていうタイプの人もいただろうし、うん、そのやっぱ環境っていう話もすごい出てきてたじゃん、環境が 99% みたいな、うんうん、その環境の中においてその、うん、そういうすごいビジネスパーソンと触れ合って、うん、いろんな刺激を受けた結果、うん、自分の道がすごい見えたというか確定できたみたいなのは、うん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 、いいというか、なんか全員がその環境に身を置けるわけじゃないから、うん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 、やっぱそれは素晴らしいな。やっぱその、うん、一番大きかった意思決定っていうところで話してた通り、そういうベンチャーっていう環境に飛び込んで、うん、まあね、うん、年収とかめっちゃ下がったけれども結果今、うんうん、ね、うん、その幸せな自分のライフスタイル勝ち取ってるから、うんうん、やっぱ環境って大事っすね。そうね。なんかしかも私思うのが、うん、その環境をなんで古田さんが選べたかっていうと、やっぱり人と自分をちゃんと見てるからだと思うんだよね、うん、なんか人と自分をちゃんと見て自分を理解しようとしたり、うん、人を理解しようとしたから、あ、そのベンチャーが良さそうってきっと思ったんだと思うんだよね。だからなんかやっぱ見る能力、うんうん、人を見るのが好きって言ってたじゃないですか。うん、見てたね。あれとかも何気になんかその結果、そのベンチャーを選ぶときにいいベンチャーを選べたっていう結果につながるんじゃないかなと思ってて、うんうん、なるほど、そうかもしれん。結構案外その人じゃないところを見る人多いじゃないですか。その例えば、あ、有名な何々さんがいるベンチャーだから大丈夫だろうとかさ、うん、なんかそういうステータスを見ちゃったりだとか、うんうんうん、なんだろう、ちゃんとその本人の人間を見てない人って結構多いと思うんですよ。あ、会社とかブランドで選んじゃって、そう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 、で実際にじゃあ働く同僚みたいなところ
はあれなんか思ってたんとちゃうぞみたいな。そう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 、うんうん、やっちまいがちじゃん。あと憧れとかね、単純に、うん、自分の身の丈以上のものにドボンしちゃうとか、うんうんうん、なんかやっぱりその古田さんのすごいところって実はそこなんじゃないかなって今話を聞いてて思った。コウスケさん、なるほど、うん、見る能力ですね。そうそう、人とあとやっぱ環境、人と環境をちゃんと見て、うん、それこそ享受してそこからどうするかみたいなところをできてるのがすごいなと、うん、今の環境、人間関係を享受すればきっとその中にどんな人でも突破口があるんじゃないかなと私は思えちゃいましたね。うん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 、ね、環境恵まれたって手放しに行っちゃうとなんか、まあ、もちろんラッキーっておっしゃったらラッキーもあるんですけど、うん、でもなんかみんなラッキーになれるような気がしたんですよね、古田さんのお話を聞いてたらまあ理論だとみんなラッキーだよ ね。多分このポッドキャストを今聞いている人はほぼほぼ 100% ラッキーなんじゃないかみたいな。いや、そうですよ、このポッドキャストに出会えたことめっちゃラッキーやと。それが環境ですからね確かに確かに、そうそうそう、それはラッキーだよ ね。私も今日お話を聞けてすっごいラッキーだと思ったし、うん、ね、うん、ね、なんかこう力抜けるね、うん、いい意味で。わかるわかるわかる、うん、めっちゃ力抜けたお話聞いてて、うん、そうだよね。ねえ、そう、じゃああと何万円売り上げを上げようとか何万人のコンバージョンをとか、うん、そういう世界じゃないかったから、うんうんうん、すごいそうだ、ね、癒された。うんうんうん、やばい。いや、え、直也くんはどうでしたか？あ、どうも直也です、裏方の毎度ありがとうございます、はい、僕はですね、このそれこそポッドキャスト あの、うん、コンテンツの会社をやっていて、スタートアップとしてやってて、うん、その対極に位置するような、うん、ひたすらでかくしたいぞって思ってやってるような人間だったので、うん、その古田さんが言ってた、うん、それを追い求めちゃうと敵はイーロン・マスクになっちゃうよねみたいな話がぐさーってきて、いや確かにと思って、うん、そこからじゃあ俺はどうあるべきなんだろうじゃないですけど、うん、どこに行けば俺は満足するんだろうとか、うん、そこをめちゃくちゃ考えないとこの先、うんうん、この先ずっと不安が続くのかと思ったらやばいなって。でも直也くんは体当たりにどんどん行けばいいような気がする。その結果わかるんじゃないですかそうですよね、その感じで行きつつ、ね、いつか来るんだぞっていうのをちょっと心に携えておきたいなと思いました。古田さんも最初から会社立ち上げたいって言ってましたもんね、そういえば。あ、そうでしたね。結構野心はね、うん、ある方なんでしょうね。まあ確かにね、自分でなんかやっぱりやりたいというか、うん、人だったんだろうね。無駄なことやりたくないみたいなところめっちゃ共感しますね、本当。うん、そうね、自分の好きなことだけやってたいは、コウスケさん一緒ですもんね。そうなんですよね。どうでした、ひとしくんは？あ、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ひとしです。同じく裏方をやっております。いや、すごい、何からもうすごいいっぱい感想があったんですけど、ね、なんかこうほっとしますよね。あの、うん、ほっとしました、うんうん、すごく、はい、あのバスケットの話があったと思うんですけど、あの、僕もその、現実時代にバスケット、はい、僕今あのバスケに似たマイナースポーツをやってるんですよ、うんうん、はいはいはい、なんていうスポーツ名だっけ？コーフボールっていうスポーツで、コーフボール、はい、日本代表を目指しているんですが、はい、今僕がいくらシュートを入れたところで全く価値がない技なんですけど、これが将来価値か、これに将来お金が生まれるのかなみたいなことをちょっと思うと面白いなって思いました。NBA のようになるかもしれない。その環境というか、その努力にね、ありがたがる人が将来出てくるかもしれないもんね。って思うと面白いなって思いました。すごい、やっぱ世の中に感謝と思って、うん、ラッキーと感謝ですね。ね、いや、まさかこんな、なんかここだけ聞いたらやばいよね、ちょっといや、そうだからね、今言いながらめっちゃスピカイやなと思っちゃったスピアと思っちゃったけどね、なんかすがるみたいな感覚じゃなかったよね。あ、それだそれだ、自分が努力しないでラッキーにすがるみたいな、それこそなんかほんとギャンブルに走って一発逆転やみたいな感じじゃないよね。そうだね、なんかこうちゃんとやることやってんだけど、そのことに対してなんか、うん、
謙虚でいる姿勢みたいなところなのかな。そうだ、ここでなんかまた普通の人はさ、ラッキーとか環境とかにすがり出しちゃうんだよね、きっと、うん、間違えちゃうと、うんうん、でもそうじゃないんだよね。そうだね、なんかだから俺こんなめっちゃラッキーだし、ね、死なないしつってるだけだったら、うん、いやでも出て飯食うのみたいな、出て家族養うのみたいなところってやっぱ繋がんないからね、現実世界に。ラッキーだからって何もしなかったらね、死んでくわマジで。家賃はみたいな。そうそうそう。そうなるよね。そうなんだよね。だから感謝とかね、うん、だけだとダメだよね、うん。でもやっぱベースにそこが大事なのはね、よくわかった。うん。うん、でもなんか謙虚も一言でもなんか違う気がするんだよね。そう、ね、謙虚じゃないよね。謙虚になさいみたいな、そういう教訓じゃないよね。そう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 、なんか常にフラットフラット、なんか重要な感じがする。どっちにも寄らない感がやばい感がする。あ、なんかやっぱぶれないというか、そうそう、まっすぐ立ってるんですよね。だから寄りかかんなくて大丈夫な感じがすごいする。古田さん面白い表現しますね。いや、ありがとうございます。そうか、確かに。そう、まっすぐ立ってどこに寄りかからなくてもいいから、環境にも感謝、うん、正しく感謝できる。まあ、ビジネス的なお話をすると、まあ、古田さんがやっていることっていうのは、うん、まずはその提供しているものはサービスですよねということで、うん、でかつそのサービスを古田さん自分自身でだけ提供しているので、まあ会社組織、まあ、株式会社っていう形にはなっているけれども、まあ、個人事業主とかそういうことに近いのかなっていう気がしますと、まあ、やってることは古田さんも言ってた通り、いろんな人がやっているよね。その中誰かに似合う洋服を見繕って、あげるっていうことなんだけれども、やっぱターゲットが違うのと、うんうんうん、あとその洋服を売らないというか、その彼自身でその何を提供しているのかっていう自分の価値がすごい分かってるよね。うん、かってる。そこがなんか特徴的かなって思いました。うん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 、自分がやってることはその洋服を売ることじゃなくて、その人のライフスタイルとかを聞いた上で、うん、その人の音楽とか映画とかそういったものも踏まえて、うん、全部踏まえてコーディネートしてあげることです。だから別に洋服は何でもいいみたいな、ディテールとかどうでもいいみたいな話をしてたんだけど、なんかそこをちゃんと言語化してお伝えしてっていうで、ターゲットがまあ経営者層でっていう人、うん、ところがやっぱ独自性ですよね。うんうん、そうですね。なんか彼もその幸せをね、なんか幸せになってほしいとか、うんうんうん、幸せを提供してるみたいな言い方をしてたので、なんかその手法が洋服なだけみたいな感じが結構ありますね。あ、そうかもしれないね。確かにその古田さんのその才能というか情熱がファッションにあったから、たまたまファッションでやっているけれども、それが植木屋さんかもしれないし、ね、そうだね、なんか全然別のものである可能性っていうのはあるよね。あ、なんか本当、絵描きかもしれないし、うんうん、なんだろうな、なんか何でも考えられるとは思うんだけども、たまたま洋服で、うん、でマネタイズも、まあ、洋服っていう分かりやすい価値があるので、うん、まあ、うんうん、お金払う側も納得感持ちやすくできているのかなっていう気はしました。うん、言えてる。だからちょっと、うん、もしかしたら家政婦さんとかもさ、うん、できるかもね。なんかそのなんだろう、その人の人生にどう自分の家政婦仕事が関わるのかみたいなのをちゃんと考えてやればさ、もしかしたら家政婦って結構大変そうじゃん。その、うん、ある日はこの人のお料理作りに行ってとかいろいろ大変そうだけど、なんかもうちょっとレベルの高いお仕事とかもできるのかもしれないですね。まあ確かにその経営者のこと、その家族のことを全部分かっているみたいな家政婦さんとかがいたら、高いフィーは請求できるかもしれないね。ねえ、うん、まあ、ちょっとプライベートすぎるからね、もしかしたらちょっと難しいかもしれないけど。まあまあ、でもなんかそのそういう方向性ですよね。ね、そう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 、例えば別のものに置き換えると、うん、うん、ですね、うん、まあ、でもやっぱいずれにしろその古田さんのような人間をね、自分と相手を見る目がやっぱ一番重要な気がしますね。そういう、うん、でもなんかさ、結局僕らがさ今日も話してて、あ、めっちゃ面白かったなって思うところって、うん、例えばその全部環境のおかげだとかラッキーだと思うとか、うんうん、そういう結構抽象度の高い話だったじゃん、うん、
で結局なんかその古田さんがこういう抽象度の高い本を読んだら時給上がったっていうのは確かに僕らも今その抽象度の高い話を聞いてめちゃめちゃなんかあーってじわってて、これに対して古田さんがじゃあ今日のお話1万円でとか5万円で10万円でとか言われたら、うん、はいっつって払いたくなっちゃうじゃん、うん、なんかさ、いや、うん、あ確かに上がるわ時給って、ちょっとそのやらしい僕は思いました。いいね、やらしさ、やらしさいいね。そうですね。そうだよね。下手したら本当にそれこそ宗教できそうなん。でも確かにね。うん。いやー。いやー。いや本当温泉入ったんだ。なんだろう、なんかこのサウナ。山田くさんの時の感想会となんか全然違うよね。終わった時の感じが。なんかね、山田くさんの時はもう何かがみなぎってた、なんかそう、なんかこうアクティブな感じじゃん、そうそう、スーパーサイヤ人みたいな、めっちゃ面白いな、あそっかそっか、こういう風にやるのかみたいなさ、うん、じゃあ俺もこれやろうみたいなさ、うん、そう上がっていく感じだよね、うん、そうなんかなんだろう、本当温泉というか散歩しようみたいな、そうそうそうこの、 あの午後のタスクはもう何、もうちょっと一回やめようみたいな、わかるわかる、本読もうみたいな、うん、マインドになる、わかるだよね、いやじゃあそうですね、あの、うん、我々もこの、うん、今置かれている環境に感謝をし、うん、自分が世界一ラッキーだと思い、はい、抽象度の高い本を読んで時給を上げましょう、うん、イエイ最後だけ資本主義いいよいいよ、まあね、ビジネスだからねそうだね、あの死んじゃダメだからね、そう死んじゃダメ、そう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 、飯は食わなきゃいけないんで ね、 ね、そうそうそう、まあ、そんな感じですかね、ね、いやーなんかこのいやーっていう感じのまま、じゃあ今回、古田さん回はおしまいにしようかなと思います、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました、ありがとうございました。はい、あのよかったらフォローとかしていただいたり、ツイッターでね感想、ボックスモのハッシュタグとかでつぶやいてもらえるともうめちゃくちゃ嬉しいので、何卒よろしくお願いいたします。お願いします。